どうも。違う。食わないで何？店に入ってきていきなり、トウモロコシ見せびらかして食べるってどういう状態？ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、夏の月24日。さあ、ってことで、まずは、いつも通り、植物に水をやりましょうか。もうね、とりあえず、日にちもないということで、トマトの方とか、ひまわりは植え直すことなく、あと残ってるトウモロコシで頑張ろうかなと、思ってる。まあね、日々の稼ぎはちょっと、鉱山で、とりあえずどうにかなってるからね。はい、ここ。なんか下ろせる場所が結構決まっとるよね。そういえばあれか？もしや餌がなくな、あ、ない。とりあえず卵を回収して、餌を買いに行かなければいけないのか。とりあえず、でもまだ空いてないよね。10時ぐらいからか。木曜日は空いてる？あ、ランチ。ランチ。なんかみんな、みんなどこか向かってるけど、10時には帰ってくるよね。帰ってくるよね。何時からやっけ？ブラシも買いたいんよね。え？あ、びっくりした。開いとった。あ、でもそっか。鶏屋。ブラシはあれか。動物屋の方かな。何時からですかね。9時から12時。ってことは、9時ぐらいまで寝よっか。はい、寝ます。よっと。おはよう。ってことで、とりあえず、鶏の餌を買いに行きまして、まあ出かけるよね。どうも。違う。食わないで何？店に入ってきていきなり、トウモロコシ見せびらかして食べるってどういう状態？あら、よく来たわね。自慢に鶏たち見ていく？はい。とりあえず鶏の餌をまた、10個ほどくださいな。はい、オッケー。んで、動物屋さんの方でブラシも買って、あのお地蔵さんだか石像だかあれを磨きたい。どうもいらっしゃいのび太ちゃん。うふふ、素敵な動物見ていく。とりあえず道具、ブラシをくださいな。オッケー。初めて動物屋でお買い物した。そっか、初めてか。あ、なるほどね。なるほどね。さあ、これで、まず鶏の餌を入れてきます。よいしょ。からの、ブラシで、なんか、右から2番目って言ったよね。とりあえずどこにあるんやっけ、あれ。なんか結構森の中とかやったような気がするんやけど、端っこの方、左側の方やったよね。ピッチャオンコ。なんかこういうとことかじゃなかった？コロコロの森。なんかありそうな。あ、どうもケン。夏と言ったら虫捕りだよな。森の虫たちも元気に騒いでるぜ。セミとかね、カブトムシとか。この辺じゃない？違うか？いない。あれ？ないぞ。どこですかね。あ、これか？あったー。これで、一つ、二つ、三つ、四つ。違うんだよ。そうじゃなくてね。調べるではなく、あれ？使えないの？あれ？あ、できた。できた。石板のかけらを見つけ出した。よし、これで、あれだよね、場所さえ一発で分かっとけば、コロコロ切り株、なんだそれ。
場所さえきっちり分かっとけばここにどこでもドアできたん。おー、びっくりした。木の後ろに隠れとる。ここまでどこでもドアできて、どこでもドアで帰ることができてたんだけど、あー、歩きで移動めんどくさいな。久々になると歩きで移動は非常にめんどくさいな。とりあえず牧場に早く帰りたいです。おし、帰れる。で、ここからじゃあどこでもドアで洞窟に行きます。そしてこれで揃ったんじゃないの？違うの？ほら、え、もしかしてこっち側の柱にもとか、そういう、え、それはないか。あー、ある。秘密基地をクワで掘る。秘密基地をクワで掘る。秘密基地、前よってやつかな。秘密基地クワは持ってる。あの、ここの外のやつじゃない？あの、剣が、ここが俺たちの秘密基地な、みたいな言おったとこやない。まあ、なぜ遺跡に掘られているのかはわからないけど。ん、今、ジャイアンおったね。あれ？あ、これ。ん、えい！ほら。石板のかけら来たー。え、ってことは何？あと柱何個あるんだ？なんかもう終わりやと思っとったけんさ。ちょっと、思ったよりもかかるな。あれ、ジャイアンどこ行った？なんかおらんくなっとったけど。はい、これで。次は？わかりにくいやつとかあったりするかな？今んところとりあえず思いつくようなものがいっぱいやけど。あれか、次。ん？これではないの？このちっこいのにはないってことかな？じゃあこっち？はい。町の名前をブラシでこする。ブラシや、ブラシ。町の名前？なんとか町、なんとか村みたいなやつ。案内看板みたいなやつってことかな。どこにあるんやっけ。牧場とりあえず帰って、町の看板？町の看板、多分ああいうやつやろ。町の看板、町の看板。この辺違うよね。町中にあるんかな。これはお店の看板やろ。町の名前。あ、どうも。一応無視していかないで。町の看板、この辺にあるんじゃないかと思ったんやけど、あれないのか？え？ないぞ。どこにある？こっちか？町の入り口とかにあるかなって思ったんやけどな。あれ？これは違うね。この店のやつやね。あれ？広場に来てしまった。広場に来てしまったけど、この辺ある？なんかこの辺の柱、いや、調べれない。んー、どこかにあったりとかしないんすかね。なんかほら、これは、これ何やった？あ、なんかブラシ使った。調べようと思ったのにブラシ使った。隙間のかけらを見つけ出した。やったね。イエーイ。あ、ジャイアンどうも。さあ、これであと何個だ？あと、あ、でも何？右側には、柱が4つあったんかな？ってことはあと2つかな？同じ個数かどうかわからんけど。さあ、これで。あのなんか小さい割れたやつの隣のを調べたよね。あ、ってことを、あ、これで終わり？お、もしやこれで終わり？たくさんの岩をハンマーで叩く。たくさんの岩とは。たくさんの岩とは。ハンマーとか持っとったっけ？え、ちょっと待って。あ、そっか、ハンマーは持っとんか。ハンマー、あ、これか。たくさんの岩？川にある、なんか岩、こういう、違うな。えい！あ、石板のかけら見つけ出し、やった！なんか私が思っとったところと全然違うけど、私こういう感じのさ、なんか、なんていう、川辺のやつかなって思うよってんやけど、あ、そういうこと？そういう感じ？え、これ
これで揃ったんじゃない？わからんけど。どう？どうなん？え、全部じゃない？あの小さいやつは違うよね。だって調べれんかったし。横からとか。いや、調べれん。ってことはこれで揃ったはず。どうよ。壁画を調べる。うわ、めっちゃパズルや。これ回転とかはできんのか。じゃ、そのまんま組み合わせていくってことやね。え、待って、めっちゃわかりづらいんやけど、何がどうなっとん。とりあえずなんかわかりそうなところ。あ、回転できるわ。こういうことか。あ、これ。こう。で、これが、あれ？こうか。で、これが、こうで、これが、こうで、どうだ？これが、こうか。あ、ほら、揃った！やったー！完成！やったー！どうよ？お、なんかすごいカラフルで綺麗やん。よし！みんなを呼んでこよう。やあ！みんなよく集まってくれたね。前置きはいいんだよ。絵ができたんだろ？うん、そうなんだ。何？それで？どんな絵なの？見ろよ。焦らないでよ。それで？これは何の絵なんだ？海や山があるみたいだね。この右下は家がたくさんあるね。私はこの島かと思ったんやけど違うの？もしかして。この町の昔の地図じゃない？昔の、うんうん。きっとそうだわ。大樹はないけど、山や海の位置は同じね。これが町だとすると、この辺りが昔の僕の畑かな。これで、この洞窟があるのが左下。あ、これが洞窟の位置ってこと？何？ねえ。この左下、バツ印がついてるよ。何？どこどこどこ？見えないけど。本当だ。もしかしてどこかにお宝でもあるんじゃないか？え？ここに？でも遺跡やもんね。ありそう。めっちゃ響くなになになに？響きで探しよる？違うよね。何にもねえじゃねえか。いや、探してないやん。この壁画関係なかったってこと？そんな、そんなことはないでしょ。なに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 ？地震かしら。みんな気をつけて。上から岩が落ちてくるかもしれない。壁画が、え、また崩れる。やめてよ。せっかく直したのに。え、なに？え？え？なんか開いたんですけど。これ、なになになに？石でできた箱だ。まさか。もしかして本当に宝箱なの？なに、時間差？宝は本当にあったんだ。あの時点で諦めて去って出ていっとったら気づかんかったってことかな。よし！開けようぜ。なに？開かないんじゃない？なんだこれ、開かねえぞ。この箱何か書いてあるみたい。何が書いてあるんだろう。読める文字？なになに？この宝箱に女神様の財宝を入れた。開けられるのは女神様本人だけ。女神様だって？それじゃあこれはビーナさんのものなの？夜になったらビーナさんに声をかけてここに来ようよ。そうだね。そうか。夜なら街の人はいないから。でも本当に来てくれるかな？のび太がビーナさんと仲良しなら来てくれるだろう。じゃあのび太、声かけとくよ。何が入ってるんだろう。楽しみだな。仲良しなら。仲良しならというのはあれですか？友好度が必要だということですか？ちょっと待って。え、夜、18時以降とかでいいんかな？ビーナさんとの、え、ちょっと待って。とりあえず、ここでは寝れないのか。外で寝よっか。ここで、18、19時ぐらいまで寝ます。よっと！おはよう。さあ、1640ゴールドゲット。そして、大樹の根っこへ。ビーナさん、ビーナさん。お腹すいたわ。そんなことない？ダメだ。ダメだ、有効度が足りねえ。
くっそ、ここまで来たというのに。あとは有効度を地道に上げていくしかないってことか。ん？どこ行った今私。ザザン浜辺に来たじゃねえか。待って、ビーナさんの有効度今どれぐらいなの？とりあえず、どこや？これか。あと1個ぐらい必要ってことかな？もうちょっとなんかわかりやすかったらいいんやけどね。なんか、経験値みたいにさ、あとどれぐらいでハートが1個増えますよ、みたいな、表示していただけたら嬉しいんだけど。なるほどね。多分、もう1個ぐらいハートが必要なんや。でも頑張ったよ。ビーナさん一番遅かったのに、もう結構みんなと並んどるもん、ハートの数。はい。ということで、じゃあまたしばらくビーナさんの有効度を上げつつ、私は頑張っていこうと思います。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかね、結構私このドラえもんの僕もので、みんなと一日一回ずつ話していきよるだけやったりとかするんやけど、それでもなんかめっちゃ有効度とか上がっていくけん、今までの僕ものシリーズみたいに物をバシバシあげよったら、多分もっと早く上がるんじゃないかなと思う。